はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル、11月10日火曜日、続いて、新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通り、メキシコペソ園から始めまして、南アフリカランド園、トルコリラ園の順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 えー、昨日は、ね、新広告通貨、えー、この動画を、ねえー、解説できず申し訳ございませんでした。えー、ちょうど、ねえー、解説の録画をしている最中に、えー、あのファイザー製薬の、ね、コロナワクチンの開発の報道を受けて、一気に、ね、相場の方が動いたというところで、ね、ちょっと私の方もチャートを見入ってしまったというところと、ね、えーまあ、解説しても、ね、ちょっと参考にならないというところで、ねえー、昨日はお休みをさせていただいたというところでございます。 え今日はね、えー、その後のことも含めて、えー、全体の相場感も、ねえー、含めて振り返っていきたいと思いますので、えー、まずはね、えー、こちらのサイトをご覧ください。はい、えー、こちら、世界の株価のサイトでございます。えー、まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、プラス834ドル。 終わり値で2万9157ドルということで、2.95%の上昇ということで、大きな値上がりで1日の取引を終えました。 ただこれ以上にね、時間外取引、ダウの時間外ね、時間が始まる前ですね、これ、一時ね、3万ドルを超えるという形でね、大きな上昇の後に、き昨日上がったといえども、終値はね、2万9150ドルということなので、高値からは900ドルぐらい落ちてしまったということで、ちょっとね、このあたり、ピークを迎えてしまったかなというね、上昇でございました。 えー、そして、えー、日が、えー、またいだ、えー、東京マーケット日経平均は前日比プラス65円。終わり値で 2万4905円ということで、こちらも0.26%の上昇ということでございますが、えー、昨日の、ねえー、夜の時間外取引のところでは、一時2万5890円まで上がるということでね、えー、これも900円ぐらい下げて、えーまあ、クローズするというところでね、えー、こういったところは、えー、やはりピークを迎えてしまった。好、まあ、材料で尽くしということで、コロナワクチンや大統領選といった、ねえー、不確定要素が、まあ、ほぼほぼ、ね、確定してきたということで、ね ちょっと株式相場の方はこれからブレーキがかかってくるんじゃないかなというところでございますそのような状況でね新興国通貨の方はどのように動きどのようにね今後動いていくのか解説をしていきますのでチャートの方戻っていきましょうはいまずはねメキシコペソ園の15分足右側のチャートからご覧ください こちらがね、1日の時間軸のチャートということでね、昨日ちょうどね、解説を一応録画はしたんですが、こちらの方ね、ちょうど解説している時に大きく伸びていってしまいまして、まあ、結局ね、使い物にならなくなってしまったということでね、没にさせていただいたというところでございます。ダウのね、ダウや日経平均のね、時間外取引の高値とともにですね、メキシコペソ円株式と連動性が高いということでね、一時は5.2円を超えるというところが ありましたが、まあ、株式相場も、ねえー、ちょっと落ち着いてきたということでじりじり,じりじりと、ね、ニューヨークマーケットの後半から東京マーケットにかけて下げてくる。 えただ、ヨーロッパ時間の初動ではね、一旦上方向に、えー、行っているんですが、ちょっとね、5.2円のレジスタンスが厳しいかなという状況でね、まあ、上がるには大きく上がっているんですが、今後の見通しとしてはやはり5.2円ですね、えー。こういったところ、お、え、も、ー、しになるんじゃないかなというようなところが、えー、15分足では見て取れる形でございます。えー、これを60分足ですね。 1>, 1週間の時間軸でご覧いただきますと大統領選の時にはね、まあ、大きくと言いますか200ピプスぐらいね5.0円まで吹き上げて4.8円を一旦割り込むそれから再度高値を更新してくるということでね、まあ、非常に大きな動き。 そして5.0円を超えたところで、ねえー、昨日のコロナワクチンの開発報道を受けて一気に吹き上げるということで、ねえー、これでもう本当に、ね、何度もしつこいですが株式相場の方は好材料が出尽くしになってしまったかなというところでございます。 よって積極的な、えー、これから、ね、上昇というのは株式相場が見込めない、えー、そして新興国通貨も、ねえー、それに相関するというところであれば、まあ、これから大きく上に上がるところはちょっと、ねえー、抵抗があるんじゃないかなというところでございます、まあ、どちらにしましても新興国通貨に関しましてはショートを取ることを推奨はしておりませんので まあ、ここはね、ロングを待つしかないかなというところでございますが、ここはね、やっぱり、えーまあ、ステージがね、5.0円よりか、今上に上がってきてしまったということで、やはり5.0円ですね。まあ、こういったところまで待つしかないんじゃないかというところでございます。 やっぱりね、短期的なトレードというところでは、スプレッド的にもね、メキシコペソというのは不利になってしまいますし、ちょっと値動き的にもね、株式相場と連動するというところでございますので、短期的なトレードをするんであれば、日経平均やダウ平均、それやね、あと先進国通貨でトレードをすればいいというところでございますので、投資的なポジションを取るのであれば、やはり下の方で待つしかないかなというところでございます。短期 目線でできますすとやはり5.0円ですねステージが今まで5.0円よりか下側から、ね、上側に変わってきましたのでまずはこの辺りで陰線から要線にサポートが入るかどうかというところを、ね、確認するこの辺りで陰線から要線だったらロングを組めるというところが短期的ですね。 そして中期的な目線でいきますと4時間足まで伸ばしていただきますとこれもね先ほど5.0円というお話をしましたがやはりこれは4.9円から4.8円、まあ、こういったレンジで中期的にはロングを取るのしかないかなと思います あえてね、5.1円や5.2円もね、昨日は達成したというところでございますが、このあたりの空中戦ですね、もう移動平均線よりか大きく上離れしている空中戦では手出しは無用と思いますので、こういったところ、ショートをね組むというところよりも、やはりね、5.0円は短期的、中期的に行きますと4.9円から4.8円ですね、かなり今までの条件からね、引き上がってしまいますけど、まあ、上に行った場合はしょうがないというところでね、諦めて いただく中でその中でも押し目をつけてサポートラインのところでしっかり拾っていくその目安としては短期的には5.0円 中期的には4.9円もしくは4.8円ぐらいで陰線から陽線に平均足のチャートが変わったところでロングを取っていくというような、ね、方針には全く変わりございませんのでそういったところを意識して下方向で待つというところで、ね、よろしいかと思いますトレードをしたいのであれば先進国通貨や日経平均ダウ平均という、ね、指数の方を使っていただければと思いますのでこのスワップ目的の中長期的なトレードをする投資をするというところであれば、ね、もう少し 少した方向で待っていただくというところがよろしいかと思いますので皆さんの考え方と、えーえー、合わせて参考にしていただければと思います、はいえー、以上でメキシコペソ園の解説を終わりまして続いて南アフリカランド園を見ていきましょう、はいえー、ランド園も、ねえー、同じような形で、えー、昨日のう、ね、の、えー、ファイザー製薬のコロナワクチンの報道を受けて一気に吹き上がってですね もうちょっと横の水平ラインも引き忘れてしまいましたが、一気に昨日は6.9円付近まで吹き上げるということでね、だいたい250ピプスぐらいですね、上に上がったというところでございます。まあ、ものすごい勢いでしたので、まあ、ショートを組んでいる方はね、ランド円の方はあまりいらっしゃらないかもしれませんが、ロングの方はね、かなり美味しい思いをできたんじゃないかというところでございます。まあ、私はね、ランド円持っておりませんでしたので、まあ、こういったところはね、恩恵は受けれなかったというところでございますが、まあ、 今後はね、一旦6.9円をつけて、今のところはじり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 下がっていくというところでね、まあ、株式相場がピークを迎えたと先ほどもお話ししたとおりですね、まあ、急激に上に上がって、ね、落ちてきてしまった株式相場、えー、壮大な、ね、上ヒゲがついておりますので、まあ、こういったところから、えー、南アフリカランド円の方もちょっと、ね、上方向に伸びていくというのは、非常に株式相場の、えー、下支えがないと難しいかなという中では、ちょっと調整の局面かなというところでございます。 そして、60分足ですね。こちらご覧いただきますと、今までもね、6.6円というところでレジスタンスを食らっていたんですが、昨日のね、大統領選後の動きで、フローで一気に抜けていた。そして、移動平均線が右肩上がりの中で、陰線から陽線にサポートを受けた後に、その後ね、コロナワクチンの報道を受けて吹き上がるということでね、ここの6.9円が直近の高値かなと思いますので、こういったところではね、 ま空戦になっておりますので手,は手出しは不要やはりメキシコペソ円同様ですね、えー、しっかり下がってくるところまで、えー、待つというところが大事だと思います。 えー、短期的な目線でいきますと、やはり、えー、この6.6円ですね。今までの、えー、レジスタンスラインだったところが、えー、下から落ちてきますと、サポートラインになる可能性が高いというところでございますので、まあ、こういったところ、6.7円を割り込んで、6.6円付近で陰、えー、線から要線ですね、えー。こういったところで、レジスタンスからサポートになったところで、短期的にはロングが組めるかなというところでございます。えー、そして、えー、中期的なお話ですと、4時間足ご覧ください。 先ほどね、6.6円というお話をしましたが、中期的にはね、6.5円、その下にね、さらに明確なレジスタンスラインがありますので、中期的にはやはり6.5円ぐらいまでの調整を待ちたいなというところでございます。 これもね、大きく上方向に行ってしまいましたので、今までは6.3円というところをね、一つの目安としておりましたが、とてもじゃないですが、今からね、6.3円というのは、ちょっとね、落ちるかどうかわかりませんし、そもそも落ちるにも時間がかかるというところでございます。そうすると、短期的には6.6円、中期的には6.5円のレジスタンスからのサポートというところがありますので、6.5円、もしくはね、6.4円のところでもサポートラインが明確にありますので、 こういったところまで中期的には6.5、6.4というところまで引き付け、短期的には6.6円ですね。こういったところの調整を待ちましょうという形でございますので、ちょっとね、このあたり、まあ、ショートは推奨していない手前ですね、しっかりと下値のサポートラインが起きうるところまでね、引き付けていただくというところで、しばらく新興国通貨やることはないかもしれませんが、まあ、マーケットの方はね、しっかりウォッチしながら、そのサポートラインに来たときに、平均足ベースで隕石 から陽線に切り替わるか、えー、こういったところを確認しながらポジションを取っていただければと思いますので、えー、参考にしていただければと思います。はい、えー、以上で南アフリカランド円の解説を終わりまして、最後にトルコリラ円、えー。これはね、ちょっと昨日解説したかったんですが、えー、ちょっと様子が変わってきましたので、えー、ご覧いただきましょう。 はいえー、トルコリラ円はですね、えー、まず60分足の方からご覧いただきますと今まではね、えー、ひたすら下落トレンドということでもう16円ぐらいからですね、まあ、12円ぐらいまで、えー、ほぼほぼね、えー、反発らしい反発が入らずじりじりと下げていた展開が、えー、ございました。 ただ、ね、昨日の段階で少し、ね、ニュースがありまして、過去に、ね、トルコの中央銀行の総裁が更迭されたというお話をいたしましたが、それに加えまして、財務大臣が辞任したというところのニュースがございました。 まあこれによってですね、今までの金融政策、財政政策が変わるかもしれないという、ね、リスクを嫌った、まあ、欧米のです、ね、投資家の方が、まあ、ショートポジションの、ね、手仕まいをしたと言われておりますが、 このような関係上で1回は買い戻しが入っていたというところでございます。まあ、それに加えてですね、昨日のファイザー製薬のコロナワクチンの報道を受けて一気に吹き上がったということで、今までね、高材料では全く、ね、反応しなかったトルコもさすがに昨日は反応したというところでございまして、これが中央銀行総裁と財務大臣の辞任ですね、こういったところの報道からちょっと流れが変わってきたからというところでございます。 まあ12円から13円ね、えー、まあこれ100ピプスと思えるかもしれませんが、えー、このあたりね、えー、非常にトルコリラの方は今まで動きがなかったということで、まあ、大きな上昇に当たるんじゃないかなというところでございます。えー、こちらも4時間足までね、時間を伸ばしてみましょう。 はい、4時間足も見てもね、まあ、1ヶ月間の時間軸の中で、今までね、反発らしい反発がなかったんですが、急にね、吹き上げるというところで、ここはね、もしかしたら大きな変化になるかもというところでございます。 まあ今までは、ね、引き続き12円を割るかどうかは分かりませんが、大きく、ね、セリングクライマックスということで、まあ、1円2円の下落が、ね、ドバッと落ちたタイミングでしっかりとロングを組みましょうというお話をしておりましたが、ただ、今回の上昇によって4時間足ベースでもこのあたり、ね、しっかりと上昇してきた。これをいつも見ていただいている週足ベースにしますと、 はい、えー、このあたりでね1週間変わって、まあ、長い下ヒゲは、えー、過去のね、えー、パニック売りのところのように、えー、ついてはいないんですがちょっとね、えー、ある程度、ここが、えー、陰線から陽線に切り替わるというところがあればかなりのインパクトがありますので、えー、今週終わったところでですね、えー、この陰線が続いているものが陽線に切り替わった場合ですね まあ今回、えー、パニック売りはなかったんですが、この陰線が陽線に変わった場合、ですね、えー、これから、えー、もし、ねえー、陽線が1回、2回続く場合ですね。 これはトレンド転換の可能性が少しばかりはありますので、要線が2回続く、まあ、いわゆる、ね、来週の末までにならないと結果が出ないというところでございますが、まあ、こういったところがあれば、一旦はねは本当にわずかなロットでも構いませんが、ロングを組める状況になるかなというところでございます。 しかしながらね、えー、これが要請になるかどうかも、まだまだね、わ、えー、からない、えー、週始めというところもありますし、しかも2回連続で続くかというとね、えー、難しいというところがありますので、えー、まだまだトルコリラ円の方は、このような動きがあっても、えー、大きなね、上昇があってトレンド転換したということでね、えー、飛びつくのはまだまだ早いかなと思いますので、まあ、こういったところを含めてですね、まあ、上に行ってしまった場合は諦めるということで、まあ、しっかりとね、えーまあ、オーバーシュート、えー、その可能性がなくなるまでは、 えーまあ、我慢するとというところでね上に行った場合は諦めつつも、えー、変化があった場合に、えー、ロングで入れるような準備に、えー、最短でね2週間ぐらいで、えー、できるようになったかなと思いますので、まあ、そういったところね日々の動画でもまた解説をしていきたいと思いますのでちょっとトルコリラ動きがあったということを、ねえー、しっかりと覚えていただければと思いますので参考にしてください。はいえー、以上でね新興国通貨3兄弟の解説を終わります。 えー、この動画がね、少しでも参考になったという方いらっしゃれば、ぜひいい、えー、いいねボタンよろしくお願いいたします。えー、今回は以上でございます、えー。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でございました。えー、また明日からもね、えー、お仕事とトレード頑張っていきましょう。バイバイ。